にちは、時の空です。わー、空先輩、空先輩だー。緊張してる。すごく緊張してる。私も緊張してます。え、空先輩、うん、今日オフコラボ初なんですか？初めて。あ、そうなんですか？初めて初めて。ありがてー、ありがてー。いや、めちゃめちゃ嬉しいっす。ほんと、このリッチショコラが初めてだって。ルイ様どうするよ。めちゃくちゃ嬉しい。やっぱありがてー、ほんとに。めっちゃ綺麗なんだけど、部屋綺麗すぎてもう何も言えない。え、嬉しい。なんでこれ、お部屋はどんな感じなんですか？なんか通路はあるよ。通路、通路がある。あの、ベッドまでの道はちゃんとある。え、でも私さ、実家で部屋6畳ないぐらいの部屋だ、部屋で、で、そこにピアノとか、うん、フルート、ベッド、机があるから、もうそれだけでちょっと。あ、確かに。普通にあのアップライトのピアノが部屋にあるのね。で、それだけで結構場所取るし、うん、で、そこにベッドで、なおかつ机で棚ってなると、もうスペースがない。でもスペースがない中でちゃんと暮らせるってことは、結構収納術とかあるんじゃないですか？いや、ないでしょ。物溢れてるんだよ、だから。マジですか？え、最近だから椅子とキーボード、ピアノの置く台を捨てた。おー、今ベッドに座って配信してるからさ。え、ベッドの上から配信されるってこと？そうからみたいな感じってことですよね。え、普通にベッドに、はい、ベッドの上に座椅子置いてやってる。ベッドの上に座椅子置く？めちゃめちゃ空先輩の感じになってきた今。すごいな。まず椅子置くスペースもないのね。ちょっとね、こういう広いところすごいなって思う。いや、あんまりね、でもね、ベッドの上でね、正座しながらとかやってるとね、膝痛くなる。結構辛いですよね。でも自分的には快適だから。え、